はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、前回ここのピラミッドをクリアして石板を一つ手に入れたところですね。でバハムートが現れて、でその島に飛空艇があって、島が壊れたせいで飛空艇が流されているんで、そっちへ向かいましょうと思ったら飛竜が来た。どっから？しかもこれどっちの飛竜？ガナフの世界の飛竜なのか、こっちにいた飛竜なのか、全く見分けがつかない。あ、レナを持ってきたってことはこっちの世界の飛竜か。そしてどっかへ行ってしまった。飛竜のことは特に気にせず、この体はもらった。ろくでもねえやつだな、あの飛竜。これを知ってて運んだのか、それとも魔物に操られて持ってきたのかな。メルジーヌ、千年の間次元の狭間に封じられた魔物。あ、行けって言ってんのか、 X ですか言ってんのか、自己紹介してんのかと思った。次元の狭間の魔物は全て私のしもべとなった。うっ、お姉ちゃん、仲間の手でゆっくり殺されるがいい。 X です。亀を始末してやろう。エクスデスのさ、このワープする能力なんだもん、マジで。まあ、無を手に入れてるから、そういう力もあるんだね、きっと。この無ってさ、いつでもどこでも発現できるわけじゃないの？なんか特定の場所しか発動させてないけど。亀とか何も言わずに終わったんだけど、すぐ上にあれなんだ、どこの城だ、 あそこクーザーだっけ。帰ってきた。もうすぐ、もうすぐだ。この力が完全に私のものになり、世界は私にひざまずく。まだ手には入れてない。で世界をさ、ひざまずかせたとどうするつもりなんだろうね。あ、飛竜ダイレクトアタック、捨て身の攻撃、分離した、死んだ。今だ。飛竜のことは何もお構いなしか。でまた恒例の、とりあえず、あれこいつ、そうか、ないのか。風魔手裏剣投げちゃうか。もう投げないと一生投げないからね。風魔手裏剣の力を見てみよう。せっかくだ、全然投げ基本セット強え。さすが出た、全投げ効かない現象。全投げ効かない現象にってか減ってんじゃねえかよ、そもそも。ゲッ、なんだ、1040回復されたんだけど。コメント、ちょっと早く押して回復しよう。1500、これはもうコメットだな。いや、どうする。じゃあなんか投げるか。手裏剣って残ってんだっけ。手裏すすって火だよね。火効くかな。効かない、すすの無駄になった。ブリザーが、ちょっと待って、これ最悪。バリアチェンジ、コメットは関係ないはず。効かなくなってる。え、じゃあゼニアが効くかな。効いた。なんだ、ゼニ投げって何のこう属性を持ってんだ、マジで分からん。ただ今効くから、今のうちもゼニ投げで強い、完封したい。くるるな、若干遅いな。ゲスはコメント効かなくなってんだ。あ、今これ効くんだっけ。1088、めっちゃ強い。これ回復されたな。今の行け、全員投げ。パワーいくつあるのこいつ。一回ケアルガを全員にかけよう。ダイスブラッド外したいけど、まあ、プラス1000だからいいよね。1000与えて1000回復されるっていうね。プラマイゼロじゃなくてプラス1000。まあやっぱり全員投げだな。頼れるべきは金、信じられるのは金のみだ。たまに信じらんないけどね、金もゼロになるから。20、結構持ってんな。レナ、私、お前のせいで飛竜が死んだ。誰もそのことに対して何も言わないんだけど、レナが加わったとか。
淡白なイベントだな。とりあえずレナが戻ってきたは戻ってきたけど、ちょっと並び替えよう。なんか見づらい。順番はこれがいい。でレナなんだっけ、ゼリ投げだよね。まあ2人使えれば問題ないでしょ。でここが違った、サーゲート城だった。お待ちくださいって、別に入りたいわけじゃねえよ。ゼザもいないしね。あれクーザーどこだっけ、なんか真ん中のとこに来たんだっけ。敵がわからん。金を投げたい、とりあえずこいつも金投げとこう。で白魔法はレベル3か。でレナのレベルってどうなってる今。32。あ、やっぱちょっと出遅れてんな。で火力戦、次元の狭間への入り口は大勲城が消えた場所、無の力を手に入れる前にギートはまだ俺たちの力で勝てない。伝説の12の武器、封印城クーザー。空転になってる。あれあれあれ、勝手に進んでんだけど。無の力操ることはできない。これならどうだ。まだ頑張ってるんだね。世界を破滅させよう、その姿を見せてやれ。あ、ここウォルス。なんて街をさ、この、まあ、人がいるからも一応意識的なものはあんのかな。ウニも で、ここはもう街の名前すら覚えてない。ラムがいたとこ。街が無に吸い込まれていく。うおー、マッツー、高いとこ苦手なんじゃないのかお前は。こんな揺れてる中でさ、よくバランス取ってられんな。この森何、超謎なんだけど。モーグリーのところか多分。ほらかわいそすぎる、動物虐待。クポー、クルルクポクポー。ここはバッツの目標。こいつら山に囲まれてどうやって暮らしてんだろう。完全に閉鎖されてるよね。うわー、バッツ助けておくれ。とりあえず落ち着いた。ひどい。バッツの故郷、リックスの村。やけになってる。引く手が壊れるぞマジで。てかどんだけスピード出せるんだろう。目が回りそう。世界何周してんだよ。エンジンが壊れる。やめろ。言っただろ、蝶よりも花よりも丁重に扱えと。この飛空艇は大切なものなんだ。上に来てる。ここはなんだ、風の神殿っぽいな。で行くところとすれば、すればよ、まずはここだったな確か。あれそうだっけ。孤島の全然違えや。やばい、クーザーの場所がわからん。とりあえず世界を、あれこれはなんだ、
ここガタクの城っぽいな。もともとの地形でどこにあったっけ、なんか右上の方にあったんだっけ。あ、でここはあれだ、ガラクの城だ。で合体してオーディンのところに通じるようになったんだ。であんまりねこう適当に言ってると無に入っちゃうからね。そうすると、まあ、すぐ出れるんだけどちょっとめんどくさいっていう。シドミドはマジ全然出てこないけど、どうなってんだあいつら。ここ何の街で、ここだからさっきの風の神殿でしょ。でここは飛竜のところで、ここが何の町だかよく分かんなくて、でいやマジでない。あ、ここか。結構分かりづれえな。あ、クーザーご無事で。その本は読むことができます。別にいいよ。こいつはなんでここに移り住んでんだ。少し話を聞いていくか。タイクーンの虹、次元の狭間。あ、そっか、こいつらタイクーンにいなかったからあれか、助かったのか。大広間、ここは調査してない。賢明だ。ゲエクスデスソウルとかいうのになってる。え、なにこれ。こいつはなんか意味ないんじゃなかったっけ。倒すって対して逃げよう。いや、わかんない。で12個あって石板が4つだから、4つ封印が解けるんだっけ。3つか。で欲しいのはですね、まあなんか1個ずつ見てもいいんだけど、これ何、正宗は欲しい。回収。正宗、で正宗はなんかなんていうの、先駆けがあるんですよ。強っめちゃくちゃ強いんだけど、あの一番最初に攻撃できるっていう特性を持ってます。であとは、まあ、とりあえずエクスカリバーも取っておくは取っておくか。せっかくだ、本物。まあ、これもねせっかくだからね。であとはなんかこれどっちがどっちだか分かんねえな。賢者の杖か。賢者の杖はちょっといらない、まだ。これはウィザードロット、これ欲しい。属性攻撃が上がるんで魔導使用に。てか、まあ、ゼニ投げがある。そう、ゼニ投げ効かなかった時に、まあ、魔法を使う。これ説明文とか書いてあんのかな。ちょっと一回マサムネ外そう。でアイテムでエクスカリバー、伝説の聖なる剣、ウィザードロット、さまざまな属性を強化するロットだけ。マサムネ、必ず最初に動けるようになる刀。そう、使うとヘイストもあるんで、てかまあヘイストがかけりゃいい話なんだけど。でちょっとじゃあどうするって言われても、別に装備するやつがいないんだよな。でバッツ、ツインランサー、エクスカリバー、攻撃力がめっちゃ上がるよね。力も5上がるのか。ブラッドソードかな、マジで当たんねえかな。あれ、これで3つ手に入れたよね。帰ろう。まあ、封印は解くだけ解いていきましょう。もう無の中に入れるんで、行っちゃえばもう最後までいけるんだけど、まあ、せっかくだから、あれ次元の狭間の魔物たち。クリスタルの光に導かれる戦士たち、古の石板を求めている。殺せ。あれが奴らの手に渡っては厄介だ。私たちは現魔物たちよ。魔物たちよとか名前覚えてないのかお前ら。しかも3人しか名乗り出ないし、他の人たちはめんどくせえとでも思ってるのかな。出たシールドドラゴン、全員投げ効く。225 568 248。痛い。ちょっと待って、これ混乱するのは聞いてない。痛い。貸して痛くない。逃げよう。
超強い。ブリザード、ブリザードじゃ多分混乱治んないよね。なんか絶対逃げられるってやつないの？いや煙玉とかさ、トズラとかがあるんだけどさ、いや死ぬ、本当に死ぬ。じくじくじく、リターンかけよう。死んじゃうから最初に戻す。無駄なことはしないもん。とにかく逃げよう。一応リターンかけられるようにまた軸にセットしとこう。逃げられん、逃げられた。めんどくせえなこいつ。エクスデスソウルかシールドドラゴンかって感じだよね。まあ1、2回しか戦闘は入らないはずだから回復だけしとこう。こいつに毎回毎回壺を出すのか。てなわけで、じゃあどこへ行くっていう話だよね。ここに行きたい。洞窟、スティールバット。これさ、最初の敵一緒？最初の敵だね。1しか持ってない。で海賊のアジト来て、シルドラ、あれチョコボがいる。チョコボも見てるな。ファリスどうした？何が見える？シルドラが、シルドラって言うんだ。見えるのか。シルドラの魂がファリスの役に立ちたい。怖っ、顔だけ迫られても怖いんだけど。召喚獣シルドラ、でもうレナがいるから、ちょっとファリスはだから召喚士にするか。で召喚でシルドラが使えるから、マジックパワー 30% アップは結構良さそうだな。白車はちょっとな、軸か、軸にしよう。でここをウィザードロッドにする。守り、守りか、重々体力5上がるのか、悪くないけどな。エルフのマントがいいな、回避ができるからね。ちょっとこれでいこう。レナはどうすっかな、まあ釜同士でいっか。ちょっとこいつの話しかけ、クエクエ、こいつはここにいたんだ。ウィ、チョコボも慣れると可愛い。俺のじいさんが小さな女の子を海で助け出した、ファリファと言ってたからファリスと名付けたらしいです。じゃあ外へ出よう。ちょっと まず戦力を揃えるというか、体制を整えるというか、そういうことをしたい。でここ先制攻撃が入ると、全員投げていいの？全員投げで OK。 4か、結構持ってんな。町へ入れる、蜃気楼の町、次元の狭間に生きる時の旅人、蜃気楼の町、自分たちで言ってんだ。話せるということは現実の世界に戻ってきたのか。次元の狭間の中ではこの町の時間は止まる。変な鳥が迷い込んできた。あ、黒チョコもあそこにいんじゃん。1000年前私は見た世界が2つに割れるの、そして町が吸い込まれた。無の力で我が物にした邪悪な魔導士への無に吸い込まれ消えた。自業自得といったところか。
武器屋。何があるの？フレームタン、アイスブランド、大地のハンマー、モーニングスター。うん、まあまあまあ強いのが売ってるけど買うほどでもないな。てか78万まで金が減ってんだけど結構使ったな。あのもうギルガメは戦えないんで、ギルの洞窟には行けないです。ちなみにフェニックスの塔、死んだ竜はフェニックスになって蘇る、それもやっとこう。でクリスタルの盾、え、ここら辺どうなの？結構良くないか。サークレット、魔力3か、結構いいな。体買っとこう。1個ずつはちょっとやっぱり持っておくか。せめて黒ずき、クリスタルヘル、クリスタルの盾、いや盾とかもしかしたらいいなかったかもしれない。まあいいや。で一応最強にしてブラッドソードはアイスブランド、ダイヤにするか何にするか。攻撃だな、パワーリストにしよう。で最強、ちょっと待って、サークレットはこいついらねえだろ。タイガーマスクで守り、こいつは守りでいいや。で最強、ゲンジ、ゲンジ、クリスタルメル、クリスタルの盾で最強、サークレット、ウィザードロッド、ダイヤから、違う違う違う、こいつはサークレットじゃないよ、あれだよ、金の髪飾りだよ。でエルフ、これでいいでしょ。こっち行けん、行けんでし、なんだこれ、どうやって行くんだ、あっちに行かせてくれ。え、マジでどうやって行くんだ、ちょっとわからん、覚えてない。どっかから入れるっけ。ちょっと待って、 裏口を探そう。いや、いけねえ、わかんねえ。蜃気楼のように現れ、消えていく街。こっちには話せない。フェニックスの塔、階段と魔物が潜んでいる。壁を探してごらんなさい。無の力が再び世界に現れようとしている。ここはこれだけ。で、こっちが裏口行けるっしょ。話せない、ちょマジで話せない、何こいつ、話せないの。話せた。 N は不死身、しかし無の力を手に入れると引き換えに不死の力を失った。え、それさ本末転倒じゃね。いいものやろ、ただじゃん。そうだな、チョコボン乗って世界一周してきたんしよう。これなんだっけ、何くれんだっけ、忘れてしまった。この町のどこかにピアノがあったはず。これなんでこんなとこにあんのって思うけど、それは後でわかる。2人の商人がいる。え、武器屋もそうだっけ。ここはこれあれか、関係ないか。おお、あったね。あ、風魔手裏剣売ってんじゃん、5000とか。たっか、何個買える。29個しか買えない。円月輪、ツインランサー、手裏剣、いや倍くらいだけど金を10倍かかんな。ちょっと手裏剣なんとなく5つくらいに持っとこう。風魔手裏剣もちょっと高いけど4個くらい持っとこう。いざという時の投げるよう、これ武器投げた方がいいのかな。普通にフレームタンとかピョッて。で、ちょっと待って、これ黒チョコボ離しちゃうと黒チョコボに乗っちゃうから、先にピアノ弾こう。やばい、1個逃してんな。どこだ、まであと一息でしょ。そう、普通ここでピアノマスターになるはずなんだけど、あれどこだ、どっかのピアノを弾いてない、どっかのピアノを弾いてないのと、ちょっと指輪が売ってるはずなんだよな。黒チョコボをちょっと手に入れたんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、蜃気楼の町でもう一つのところに来た、宿屋。
て、ここエリクサ売ってんじゃん。5万円か。あ、もうちょっと金を貯めておくべきだったかな。200万くらい必要だったか。100万じゃ足んねえな。もう半分になっちゃったもん。58万。でよ。もう一個。あれ、どうやって行くんだ。ここの防具屋さんのもう一人のとこ。スイッチがあるとか。隠し通路はもうこれだけだもんな。でもさ、形からしてって。あ、ここか。いける。指輪。炎の指輪。サンゴの指輪。天使の指輪。エルメスの靴売ってるんだ。で、俺が欲しいのはサンゴの指輪、これ4つ欲しい。買っとこう。あ、金がマジでなくなった。エルメスの靴もちょっと1個持っててよくないか。天使もちょっと1個持っとこう。で、炎もなんとなく1個持っとこう。 OK。 すげえ金減ったんだけど。え、じゃあさだよ。まあいいや、エルメスの靴とかはまたちょっと後で有効活用させてもらおう。で、黒チョコボを手に入れたんで、黒チョコボでしか行けないとこ。遅っ。チョコボ基本的に遅いよね。しかも世界一周ってさ、どこがチェックポイントになってた。どう世界一周してくればいいんだ。まあ、とりあえず外縁を回っていけばいいのか。で、飛空艇は砂漠に降りられないんで、ここの塔に行くためには黒チョコボでここの森に降りなきゃいけないと。で、ここの砂漠はなんか強い敵が出んのかな。よくわかんないけど、とりあえず行こう。ランドクローラー銭投げ。いきなり先制銭投げした。無駄。ゲッ、強い。止まった。ちょっとさっき戦闘中にフリーズしちゃったんだけど、まあオートセーブから戻ってきて、塔の隣に来ました。で、ここ入るとフェニックスの塔ということで、これここにあるない、まあ、壁に階段が隠れてたりするんで、次回はじゃあこのフェニックスの塔からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。